皆様いかがお過ごしでしょうか。デイビッド風間です。ホープアベニュー、このコーナーではゴスペル、バイブルからの希望あふれるメッセージをお届けしてまいります。それでは行きましょう。ホープアベニュー。はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。デイビッド風間です。2023年もあと2月ということで11月に入りました。もうですね、師走という言葉がそろそろ近づいてくるというですね、なんと1年の日々の移り変わりは早いんでしょうかとね、年を取れば取るほど何か毎日毎日が早く過ぎ去っていくことを感じます。それであってもやはりこのホープアベニュー、希望の道筋ということで、時の流れには関係のない神様から来る平安とか、そして心の中の本当に想像を超えた、本当に理由はないんだけれども安心できる、これが神様を信じるというか、神様により頼むといいましょうかね、このバイブルゴスペルが言ってるところのイエス・キリスト、ジーザス・クライストの道を歩むということなんじゃないかなと私は思っております。木枯らしも吹くような季節にもなってきたんですけれどもね、皆様の人生には今木枯らしは吹いているでしょうか。で、木枯らしといえばこれは自然のこのね、冬の季節風のことですけれども、21世紀をちょっと振り返って調べてみたんですけれども、自然災害がとても多かったですね。2001年にはインド西部地震というのがあって2万人の方が亡くなったということから始まってですね、いろいろなアメリカにこのハリケーンが上陸ですとかね、でもちろんこの日本においては2011年の東日本大震災ということで、これがものすごい、もう日本の歴史上ですね、もう本当に現代では一番大きな自然災害だったのではないのかなと思います。そして来年になってもまた自然災害はあるし、戦争はあるしということでですね、そうしますと何か不安を持ってしまうと思うんです。そして何か人生って不公平だなと思ったりすることもあります。なんであの人は何もないのに、あの人たちは何も起きなかったのに、なんで私たちの地域だけこんなひどい目に遭うのかと、いうことを考えたりすることがありますよね。で、このゴスペルにおけるジーザスはそういうことに対して何と言っているかというとですね、一つ興味深いところがあります。ルカによる福音書の13章の4節というところがありまして、またシロアムの塔が倒れて落ちて死んだあの18人はエルサレムに住んでいる誰よりも罪深い人たちだったとでも思うのですか。そうではない。私はあなた方に言います。あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びますと、こういうところがあるんですね。シロアムの塔が倒れたという、事故があったわけなんですよ。はい、エルサレムでそれが起きました。ですからエルサレムの住人の中で、18人の方が命を失ってしまったと、2000年前でもやはりこういうですね、建物の事故というのはあったわけなんですよね。で、それに対して、あの人たちは罪深いから亡くなったんだというように思う人も多かったのかもしれません。でもジーザス、イエスはこういうふうに言いました。そうではないと。私はあなた方に言います。あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びます。そうなんですね。人生はもちろん、いいこと悪いこと、そして平穏な時もあれば大変な時もあります。今戦争で苦しんでいる方々のことを思えばですね、日本に住んでいるというのはなんて幸せなことなんでしょうかと思いますけれども、悔い改めなければ誰であっても同じように滅んでしまうんですよというのがバイブルの中心的なメッセージです。だから生きている間に神様を見出して、神様に信頼して歩んで、そして心に平安を得て、その希望で歩みなさいということをジーザスは2000年前教えてくださいました。このホープアベニューはその教えをこの21世紀になっても、2023年がもう終わろうとしていても、やはり語っていきたいと思います。神様を信じて安心してこの人生を歩み切ろうではありませんか。それではまた次回お会いいたしましょう。 See you next time. God bless you. And please, please remember, Jesus loves you. Bye bye.